どうも、谷口まさかです。とね、今回の動画は、えっとね、8月から9月ぐらいに予定されているという噂ケンシロー選手対ヘッキー・ブドラ戦について、ちょっと語っていこうかなと思います。まあ、まだこれ、内定もしてないかなだと思うまあただその、おそらく次は、ケンシロー選手は WBC の指名試合であろうっていうのが濃厚なので、その指名試合の指令されるのは、このブドラなんで、 まあ、ここがおそらく濃厚っていう話だと思うんですよね。まあ、ケンシロ選手が強いのはまあもちろんなんですけど、ブドラー選手も、その僕、渡辺ジムで大先輩の田口さんと京口が戦ってるんですよ。ヘッキーブドラーとは。田口さんがやったのが2018年の5月20日かな、防衛戦で。 ま、田口さんがちょっと負けちゃったんですけど、で、京口やったのは2018年の大海坂。で、この時は京口が、えっと、10ラウンドかなんかで TKO になってるんですよね。うん、で、まあ、ブトラー選手のこの印象っていうのは、なんか、ロングで戦うっていうよりも、結構こう、動きながらジャブついて入って、この強いパンチを打つっていうよりも、6割ぐらいの連打をこうずっと続けるようなタイプだったんですよね。こう、パワーパンチャーっていうよりも、こう、テクニシャン的な感じのイメージが強いですね。 田口さんとやった時の試合がちょっとこうもう覚えてないんですけど京口とやった時の試合は京口がこう先仕掛けて先仕掛けてこう近くなったところブトラー選手のその連打を受けて左ボディで効かしていくっていう試合だったんですよねなんでこうケンシロウ選手とブトラー選手がやるってなった時におそらくブトラー選手の方がめちゃくちゃやりづらいんじゃないかなって思いますね っていうのも、ケンシロー選手ってこの前回のオラスクワガ戦で見たんですけど、中でも戦えるじゃないですか、もう。で、外でも戦えて、中でも戦える。で、ブトラー選手って結構ちっちゃいんですよね、ライトフライの中でも。京口と並んだ時でも、京口の方が大きかったんで、ケンシロー選手はライトフライの中でも結構大きい方なんで、体格差もだいぶあると思うんですよ。 で、ブトラ選手も一発で倒すような選手じゃないですし、なんかこう、ブトラ選手の方がすごい相性悪いんじゃないかなって思いますね。なんか、試合展開としてはどうなるんやろう。ブトラ選手がこう、入ろうとするけど、ケンシロー選手のジャブでこう、突き放されそうなイメージがめっちゃ強いですね。ブトラ選手も入れちゃえば、おそらくこう、手数で行くと思うんですけど、ケンシロー選手入れても、手数受けてる中で、 ボディをこうさせるんですよね。ノーモーションの。この前回のオラスクワガ戦で、あすげえなって思ったのは、結構こう、上に打ってる中、不意に下にトンって打てるんですよ。しかも上下で、上下ちゃうわ、左右で。ポン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 ,ポン、こっちでも打てるし、こっちでも打ててたんで、しかも中のボディ、外のボディ、両方打ててたんで。でもこっちのボディってどうなんですか聞く、聞くボ右ボディ、オーソドックスが打つ右ボディは、サウスポーからすると、 そこまででもないですね。ただ、中のボディだと、溝落ちに打たれると効きます。<ー>で、結構その、検証選手のあれ見てると、溝落ち、中のボディは溝落ち側を狙ってたんで、あれ、はい、嫌ですね。で、ブドラー選手はオーソドックスなんで、オーソドックス同士だと、溝落ち狙えるんで、んんで、左ボディも打てますし、なんか、あのボディは多分嫌だと思います。<ー>結構上を見した後、ストーンってこう下にボディ打ってたんで、なんか、ブドラー選手が、 こう、なんか、こう、探って探って、やった、中に入れたって思って打っても、不意にこう、ボディとか返されそうな気はしますね。なので、こう、ブトラ選手が逆にどう戦うのか気になりますね。ここで一発、ブトラ選手がそのスタイルの中で、一発パワーパンチを持ってたら、入ってる中で、ボディをブロックして、ガチンって強いのも打てたりできるんですけど、なんかその、京口戦とかを見る限りでは、そんな一発のパワーパンチではないかったんですよね。 ただ、廊下でテクニックは、すごいやっぱありました。なんか、うまく打たせない、うまさとか、あとやっぱこう、位置を常に変えるんですよ。動いて、動いて、打ちました、動いて、また打ちました、また動くっていうのがうまかったんですけど、まずこう、ケンシロウ選手がそこの距離にさせるのかなっていうのが、まず第一に出てきますね。はい、で、第二に中に入れた時に、その打ってる中で、ケンシロウ選手を崩せるのか。うん。うんあんまり KO とかも少ないですか そうですよね。ポイントをピックアップするのがうまいタイプですね。結論は、僕の予想では、テラジ選手の中盤までの TKO かなうん。なんかこう、ブトラ倒すかどうかわかんないですけど、ブトラ選手が打つ手がないってなって、こう危険とかっていう可能性も高そうです。うんなんかそんなこう、中盤ぐらいまでの TKO、ギブアップが、 濃厚かなって思いますね。うん。いそうですよね。しかも、間が4ヶ月なんで、結構その、懸念事項で言うと、ケンシロウ選手が当日どれだけ仕上げれるかっていうのが、大きいと思いますね。はい、それこそその、統一戦っていうモチベーションがあって、で、それも流れちゃって、 次は指名試合防衛戦っってていうのがあ,って、まあ自分の願ってる試合ができてないっていう状態なんでそこでこうケンシロ選手がどういう心境で当日どれだけこういつも通りに持っていけるかっていうのもその注目ポイントではありますねケンシロ選手がそれこそもうオラスクワが戦の時ぐらい仕上げれたら結構もう7382ぐらいでケンシロ選手が有利なんじゃないかなって思いますね 決してこのブドラー選手が弱い選手ではないんですよ。ブドラー選手もめちゃくちゃ元その2階級チャンピオンなんで、めちゃくちゃ強いんですけど、それをこう踏まえても、検証選手が強いので。うーん。スパーリングありますね。僕スパーリング合わせたのは何年前やろ。結構数年前の単位なんですけど、ボコボコにされましたね、もう。ーうーじまみれになったし。 ちょっと思い返すと悔しいんですけど。ミサコでやったのミサコ、渡辺でも来てもらったこともありますし、ミサコでやったこともあります。結構苦手なタイプでしたね。うん。だからブトラー選手も苦手なタイプだと思うんですよね。中ソと両方で戦えるし、距離遠いし、ジャブ強いし、まずはブトラー選手はおそらく入ってからが、 勝負になると思うので、まずいかに入るかだと思います。まあ、ブドラ選手体は動くので、本当にジャブをこう、ブロックじゃなくて、ジャブをまず外すっていうのが、ブドラ選手の大前提になってきますよね。うん。で、その外せない時でも、そのジャブブロックして、ひるまない。こう、後ろにのけぞったり、ちょっとおってなったりしないのが、多分大前提だと思います。ジャブを外して、ブロックしてもひるまらずに、そこでしっかり入って、打って、動いて、また打って。 ケンシロウ選手のこのリターンをいかにもらわないようにするかケンシロウ選手にいかに先手を出さないようにするかっていうのがブトラー選手の鍵だと思いますねケンシロウ選手はおそらくこうジャブついて、まあ、ボディだったりとかでジャブとボディとかで削っていくと思うんですよ じゃあお前みたたいに離れてて戦うっっ感じなかでです近かったです近ね前回は多分オラスクワガー選手の,その馬力も,強馬力もその圧も強かったと思いますしでケンシュロー選手も多分こう横綱相撲じゃないですけどそこの土俵であえて戦ってるっていうのも感じましたね次のおそらくブトラーとやるってなったらそういう展開にはならないと思いますね、うん、うんまずブトラーはこう消耗させられないことですよねジャブとボディーで大前提としてそのあのジャブを をもらい,たくないうん。まあ、ケンシオ選手はこう、それを絶対こう、当てると思うんで、ブトラ選手はいかにもらわないか、いかに中に入って、いかに攻撃するかっていうのが大事だと思いますね。展開的には、まあ、ケンシオ選手がいつも通り、ケンシオ選手は多分変わらないと思うんですよ。いつも通りジャブついて、こう、ジャブとボディでし、削って削って、近くなってきたところをこう、ゴン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 って打つ。なんか変えるとしたら、ブトラ選手ですよね。ブトラがどうするか。 うん、が肝になってくると思います、まあ、僕が思う大事な部分はその、まず削らされないこと。ロ証選手に先手を出されないことかな。本当また何度も言う,うなんですけど、結論は、まあ、中盤までの TKO かギブアップだと思います。まあ 楽しみですね。本当に <laughs>、ブトラ選手も強いので、まあ、皆さんもね、こういう、どういう展開になりそうとか、いや、ブトラもしかしたらこういうのもあるかもしれないとか、ケンシロ選手こうやって戦うかもしれないとか、なんかよかったら、皆さんの考察も教えてください。結構ね、これ、毎回のことながら参考にさせてもらってるんで、<laughs> よかったらコメントよろしくお願いします。まあ、今日はこんな感じで、噂されてるケンシロ選手対ブトラー選手の、まあ、試合考察だったりとか、自分のまあ、予想を 言っていきました。まあ今日はこんな感じで、ありがとうございます。